人間のお嬢さん、あなたはこの先でお前が探しているお化けの一人を預かっているぞ。すぐに返しなさいよ。せっかちなお嬢さんだ。そう簡単に返すわけにはいかないぞ。なんでよ。俺様たちにもいろいろと都合というものがあるんだ。まあいい、先の部屋に進んでみてくれ。言われるまでもないわ。最強の鎧を持つ奴にどう対抗する気かな。いくら伝説のドリルでもあれを貫くのは難しいぞ。マドマゼル、え、キャー、危ないと言ったんです。ちょっと普通に教えてくれればいいじゃないの。よいしょ。申し訳ありません、マドモアゼル。つい留学先の言葉が。ガッハッハ、待っていてーす。お前が王子の言っていた人間か。なんなのこいつは。俺にかかれば1ラウンド一発 KO ね。しかも無敵の鎧は絶対破れません。やるしかないわね。チェーン、ダ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 ーン
メルシーマドマーゼル。おかげで助かりました。よかったわね。ホームがファントムたちに壊されたと聞きました。うん、トコたちが修復しているはずよ。おお、こうしてはいられません。早速帰って手伝わなくては。よろしくね。ふん、まああれくらいはやってくれないと困るよな。コマコマコマ、モスビお前か。コミッコマ、ボブーが負けちまった。次はお前の番だな。コミッコマ。ああ頼むぞ。コマ、これでいい。これで。それにしてもあいつ何を言ってるかさっぱりわからん。